ライブグルーヴビジュアルバースト、よし、ライブグルーヴビジュアルバースト結果発表いきます。はい、ないですか。22,124位。はい、やってない。はい、やってないじゃないよ。いや、やってないじゃないんですよ。高くないですかはい、終わりましたイベントね。ライブグルーヴ、一番僕の中で苦しい、放置が基本的にできない一番難しいイベントということでございましてね、ちゃんと真面目にやらないといけないのでね、なかなかね厳しかったんですけどもね、まあやりました。4万ポイント入れたんですよね。で、22,000位というのはね、まあ無理だ、もうこれ以上は無理だと思いましただから2枚ボードが43,000円、44,000円だから、そうか、だから次のポイントの あれかジュエルかな、次のポイントのジュエル分あったじゃないですか。報酬を見たらこの44,000かな、この44,000のスタージュエルを受け取りに行けば、まあ2万以内取れたということになってたと思うんですけれども、まあここはね間違えました、ここはね諦めましたなんというか、真面目にやらないといけないじゃないですかそれで残りのまあ 3,4 回ぐらいのなんだ2倍消費の 3,4 回を諦めましたねこれが放置でいいのであればやってたんですけどね、ちょっとここはね妥協してしまいましたけれどもね。だから絶対高いんじゃないですか。だって2枚以内で4万3000って結構高そうなイメージがありますね。で1枚以内がだから1枚以内が7万3000、めちゃくちゃ高いじゃないですかマジで。だからそのあれ報酬のさあれがさ上がりすぎてさ、1万以内のボーダーが上がりすぎなんですよマジで。報酬でね、あ、1万以内に入れば全員スタラン15ができるっていうところのせいで、もともとはね、プロデュースレシピかな、レシピがもらえるところの価値だったのに、全部スタラン15までできるっていうところで、まさかのね、これで、めちゃくちゃ高いすぎるんですよね。でハイスコアはとりあえずは、9500位ってことで、まあ1万以内に入れたっていう感じでございますね。まあまあ、ここはいいかなということでございまして、まあ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 、まあせっかくならね、2万以内、最近ね、2万以内ずっと取ってたのでね、2万以内を取れてなかったらいつかな、何回か、もう半年前ぐらいなのかな、ぐらいになるまで、最近はちゃんと2万以内は絶対取ってて、まあ結構4桁とかもね、ちょこちょこ取ってたんですけどね。ちょっとね、今回は、高すぎたということでございましてね、まあこんな感じでね、ぜひぜひ皆さんの、ランキングなど教えてもらえたら嬉しいかなと思っております。ということでこれで終わります。バイバイ。